やいや、マラドーナのやつか。フル。おお。さあ、ウィーラープでやっていきます。たら次回ということで、はい、今回無料ガチャ。次回さん前回引いたと思うんですけど、はい、8回でしたっけ？結構回せますね。いや、結構回せました。申し訳ございません。バテの方はこんぐらいあるので、あのガッツリ引いていきたいと思います。ガチだろ。なんでマラドーナだからお前。まあちょっと引いちゃった部分も多分あったもんですけど。お前こんな残って11回引きます。この出た選手でちょっと構成して、あの僕足りないんで、あの有料も入れていいですか？さっきの、あーあー、クライフの方ね。クライフのやつも足して、はいはいはい、はい、11体選出するでもいいですかね。 OK、 了解です。それでもうチームパワーが誤差があろうが、はい、もうこれは運ですから。運ですね。ということで、今回は11回ね、回していきたいと思います。レジェンド出る確率ありますんで。だな、これシルバーで引けたらやばいよな。そうだね。2000、約2500だっけ。そうそうそう、もう2500はすごいぞ。2500かな、分かんない。すげえ確率やな、これ。えさ、シャンが鳴り響きましたよ。まあ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 、まあ、見てなさいよ。めっちゃいい笑顔。笑顔パーティーじゃん。マラドーナ引いちゃいますか。これでマラドーナ引きます。あれ、多分マラドーナは持ってます。ん、持ってるよな。あれ持ってないか。持ってないんや。じゃあこれで当てるわ。これは引いたけど、次当てるわ。フェルナンド・ペレス。こっち先に一回行っちゃうわ。オッケーオッケー。これゴールでしょ。金以上、うん、うわ、これも熱いよな。黒来たらやべえけど。来ないんだよな、本当に。本当に来ない。黒3%とかだったんだ。マルクス・アーロンス。あ、わっ。さあ、ボックス整理の方が完了されたということで。いや、なんとか終わりましたよ。多分10分ぐらいかかったんじゃない。確かにかかったね。どれがいいかね。とりあえず金、うん、いきます。あれ、これ金、あ、金か。金以上。金ね。おお、ゲッツ。いいじゃん。ゲッツ来た。これはいいね。リバプール。おお、行きましょう。これも確か多かったもんね。これ多い。行くか。金来たらもうラッキーだよね。これ金来たらすごいと思う。銀以上から攻めていこうかな。おお、行きますか。ロマーリオ。あ、お、え、なんだ。え、まさか。メンテナンス。おお、びっくりした。焦る焦る焦る。緊急メンテかと思った。いや、ありえると思って今ね。いった。もう今ガチャの行方を追いもしなかった。ホビーニョ持っとる。じゃあマラドーナ引いちゃいますわ。行きましょう。来るか。ビリッシャンだ。来たらマジすげえって。これはクライフラストにする。最近のイベントだから2回あるし。そうだね、それでもいいね。よし、とりあえず55分の1。やっべえ、これ熱いぞ。これ熱いよ。いくよ、いきます。シャンだ。くそー、マジかー。お、センターバック来た。マラドーナいきます。はい、マラドーナも55分の1。いや、黒来てもおかしくないんだけどな、うん、なんか怖いわ。マジ来ねえな、やっぱ無料は。難しいね。おっ、ゴールキーパー来た。100分の1ね。はい、あと2人ディフェンダーさえ来ればとりあえず3バックはいけるな。マジか。くそー。おい、ラキティッチ。すごくね。マジかでよ。でもすごいな。黒玉に合わせて、このリアリティに合わせて入れてくれ、うん、さあ頼む。まあ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 、そんなね。そうっすね。いや、あれだけでももうすごいことだよ。あっ、パンペルシー。やべえ、嬉しいんだけど普通に。ということで次回、はい、ガチャで引いた選手を使って
戦わせると。いいですね。いや結構活躍できそうな選手揃ったので、はい、めっちゃ楽しみですね。坊主かけます？いや、やめときましょう。次回の動画でお会いいたしましょう。そう。坊主とかリスク高すぎだろ。